2ヶ月ぶりぐらいに天砲を取ってます。天砲はストックがあったのでずっとアップされてましたが、実際は撮影はもうしてなくて、久しぶりにやってみようと。今は3段であと400ポイント以上必要と。特に目新しい数字はなくて、1茶が 28%、 4茶が 24%、 特に引き入れた数字でもないので、このままのペースでやるんであれば数を相当打たないとポイントも上がっていかないと。まあその程度でいいかなって感じですね。天砲は不定期で気分次第で撮影してみたりしようと考えています。トーン1、シャーチャ、ドラ、ローピン。MJ はしばらく続けていくんですが、天砲は気分次第で撮影、あとはプライベートで遊ぶくらいのスタイルで考えています。天砲と MJ をこう並行でやっていって、なんとなくですが、MJ はゲーム、エンターテイメント、エフェクトもあったり、見た目もこうゲーム性、ゲームセンターみたいな見た目で楽しめるように作っている感じ。天砲はストイックに麻雀を一人で黙々と打ちたい人が好みそうな感じ。そんな気がするんですが、リーチ、ドラ1がいいところ、ポン。場を見ると数ワンポンで E1 手出し、単ヤオかなと。 E1 を2つ落としてきたんで単ヤオに向かったかなと。それか自敗です、ね、ポン。後付けの自敗か単ヤオ、いずれにせよ そんなに警戒はいらないですね。そこまで警戒しちゃうと、チソースの44が裏目ってはないか、6チッパちょっと裏目ったかなという感じですが、もともと描いてた構想が老僧ジャン島なんで、リーチスッチーピンでリーチ、左右からは出る確率あるありますね。特に右からは出る確率高いです。多分テンパイしてるし今更降りれないんで突っ張ってきますんで、来る確率もありますが突っ張ってくる確率は高い。天砲だとこの自動上がりっていうのが便利で、テンパった時に234ピン
自動上がりはテンパった時に上がり牌が出たら勝手にローンしてくれる、勝手に積もってくれるという機能で、まあ、テンフォーを片手までやっている都合上ものすごい便利。リーチをかけたらあとは放置していいとか、何か作業をやりながらこう片手までテンフォーを開いてやったりすることが多いんですが、その場合にこの自動上がりを押しとくと、あとは放置と、トン1、シャーチャ、ドラ、パーソー4巡目リーチでこの私の手牌。まあ攻める手牌でもないし、ドラも浮いてるし、回しながら様子見てると、Cピンは通っていないか。ますます怖くなりました。チドン、あらら、左は正直全く見てなかったです。リャンゾーがドラ、これは白ペーを落としていくぐらいの勢いになるかもしれません。初を鳴いてこの手牌マンズ注意と、ピンフがつくペイの方がまだいいかなと。白を泣くっていう発想がないので、ペイと白どっち捨てようかなと思った時に闇でロンできるペイの方を選択。これはうまい。ドラチーピン、これで大きく点数が高くなりました。タンヤをドラ3とか、赤が入ってる麻雀は1枚ぐらい赤来ても
常に赤くるぐらいの感覚なんで、ドラドラじゃなくて、まあ、ドラサになるだろうと。タイヤをドラサが一番上がりに近い気がします。3ピンチ、スーソーもチー、ただ親リーが入ったんで、さてどうしましょうと。ステハイがちゃんた系のステハイなんで、チートイとかの可能性もあるわけで、暴転即リーなのか変則定リーチなのかがちょっと読めないですね。あんまり筋当てにならないようなステハイしてます。チートいつまであるんで、あんまりトンとかも安全とは言えないし、あ、ごめんなさい、トンはポンカスですね。もう泣かれてましたね。タンヤオドラサンイーシャンテン、スーピンは現物。チー人泣き8000、まあ天砲だとチッチクロン、これだったらスーソーチーとかウッパーピンチー、私はします。人泣きチッチ、チーソーがまあちゃんとかなと。刺し子、刺し子、マンズの54引いてきて単品系に行ければ、なんかややこしいな。どうしよう。ちょっとチートイ捨てきれなかったので、初を4枚引いてきた。まあ、リャンウッソーとか、ウーピンとか引いてくるとメンツテだし、これはいらない。メンツテもトイツテも両天秤で保留してますが、果たして吉と出るか凶と出るか。これでタンヤオイーシャンテン、スーソーが3枚見えてるんで、ラス1枚のスーソー持ってて、リアンウッソーサブロッソーって多分ないんで、ソーズの123は通りそう。リーチ2人リーチ来られるともう、ギブですね。
上手の2パチ通ってるんで5も通りそう。2人ともピン付けなんで、反対にトンがションパイなんでトンの方が危ない。あ、切れた。ドラドラ、ウーピンにくっつけて一通ドラドラ。ちょっと想図形悪いんで、これを鎮逸とかは厳しいと思いますね。次のツモがイーソーとかリャンゾーだったらちょっと可能性あります。122の想図の形が悪いんでと言いたかったけど、これは狙いますね。泣いて鎮逸ドラ1、1万2000。三蔵からならぜひ地位したい。リーチ。どうせ安牌ないんで、鎮逸に行きたい。三蔵が2枚切れた。ドン。このトンは私は止まらないですね。この鎮逸見てたんで、Q1 もハテナ、ソーズもハテナ、イーソーもドラだったので、まだ1枚切れのトンの方が安全に見えたんで、多分同じ場面あってもあれはトン切るんで、私が打つ以上は回避できない。このままだとペンチワンになってしまう。テンパったら親なんで即リー。むずいな。C1 から入ったら引っ掛けリーチのパーソー待ち。キーソーが4枚見えたんで、パーソー9ソーは安牌かなと。
シーソーとかキューアを持ってた人は、大切にしてた人は貼ってますね。シーソーが4枚、キューソーも3枚見えてるにもかかわらず、パーソーが出ていない。うわ、痛いな。パーソーはあんこで持たれてるか、チートイツの種で使われてるか。リーチ。転廃すらできないのはきついですね、このハイパイで。今さら来たけれど。あれ、振り点に構えてれば積もうと。ウーピン短期、上は691、ローワンの肩上がり。これはダブトン泣いて、シャー泣いて、イーソーも泣きやすい。ウーワンが多分待ちになってしまいますね、泣きづらいんで。ドラが3ピンなんで、1を5、この方を持っておきます。ウーワンからだったらトイトイ狙ってポンかな。ポン。ダブトンからならトイトイにならなくてもいいので、イーソーは多分ポンできるんで、チーソー待ちになるか。リーチ。パーソーも通ります。6が3枚見えてる。リャンゾーも3枚見えてるんで、残り1枚入ってなければイースーソーはないので、両面のイースーソーはないかなと。私の手は488。トイトイはちょっといいや。親なので、レンチャン狙いをしたいので、スッチーピンに受けます。40プジャスト。ドン。ダブトン。
トライチ、5人はチッチ。ポン。2茶まで6400、トップまで21000。ドラはいいピン。右はトン、ピンズの本一、ドラドラとか、ドラ色本一なんで8000くらいあると思います。スモ。これはやられました。しかも高い。トップはもう無理だと思うんで、日夜の8300目指して、マンツモ52直。出上がりなら跳ねマン、かなり厳しい。52以上の手を作って、お、ソーズの本一に行けば白チューン本一8000積もってと逆転。ポン。とピンズはドラ色なんですが、ていきます。52でもいいんです。ちょっとこれは大きくいって、ハネマンくらい。初引いてくると、ハネマンとか、見えるんで、まあ、若干こう、現実的じゃない打ち方ですけど、現実的ならこの急走を、左の急走をチーとか、そういう人もいるんで、チューン吐くだけだと、ポンしようかな。ポン。シャーをポンすれば、ヤクヤク本一トイトイ。ハネマンなので、これは誰からローンしても2茶までいきます。初を持ってくれば小三元。ドラのパーピン、あ、まあこれでもいいですね。ドン。ハネマンなので兄ちゃんまで上がりました。今回久しぶりに2ヶ月ぶりぐらいに天砲取ってみて1局打ってみました。 MJ をメインとやって、天砲はプライベートで触るくらいしか多分今後もやらない、または気分次第でちょこちょこ撮影して進捗状況を報告ではないんですが、やってみるみたいな、そんなことを考えています。まあ久しぶりに撮ったんで、まあ
上がり率が 20%、 やや低いですね。成績がいい人のデータ、こう公開しているデータ、ネット上にいくつかあったので見ると 25% とか言ってました。私の報酬率が 14%、 いい人は 10% 切ってる人もいました。風呂率が 18%、 だいたい皆さん 30% 超えなんで、やっぱり泣いてスピード上げて上がって上がり率を高くすると、そういう天保なりのセオリー、まあ、天保というより赤がある麻雀は多分チャンソーでもしかり、面前の満貫目指すくらいだったら泣いて単野をドラさんとか、まあ、勝つ麻雀のセオリーかもしれませんが、私は単位上げたいポイント欲しい、天保の単位上げる打ち方を目指してるわけじゃなくて、自分の好きな打ち方で打ったらどんな感じなんのと、どんな数字出るのと、そっちがメインなので、たとえこう教科書に風呂率を上げて上がり率を高くすると段位が増えやすいと上がりやすいというセオリーがあっても、まあそれは参考がてらという感じのスタイルで、 MJ も天保もずっと今までもこれからもやっていくので、あくまで意見としては耳に入れてますけど、打ち方を段位上げる、成績実績を良くする打ち方を目指しているわけではないので、まあ、そのあたりは人それぞれ何を優先するかは全部正解だと思います。まあ、こんな数字が並んでました。久しぶりに打ってみましたが、長い間見てくれた方どうもありがとうございました。では失礼します。